ニコライ・ドミトリエヴィチ・コバレフは、ロシア連邦の軍人、チェキスト、シロビキ、元ロシア連邦保安庁長官、上級大将、モスクワ出身。1972年、モスクワ電子機械製造大学を卒業し、半導体機械製造設計局で、設計日誌として働く。1974年、ソ連国家保安委員会に入り、 KGB モスクワモスクワ州局ペルボマイスキー地区下の初級作戦係から経歴を始める。2年間アフガニスタンで勤務。1994年まではロシア連邦防衛要庁モスクワ市モスクワ州局副局長。1994年 FSK 次官に任命。1996年6月20日ロシア連邦保安庁長官代行に任命。 1996年7月9日、FSB 長官に任命。FSB 在任時代は妥協的な人物と見られ、政治にはあまり関与せず、世間にあまり知られなかった。1997年1月、省長官対テロ委員会議長に任命。1998年7月、FSB 長官を解任。同年11月、 暗殺未遂に関する流言のルフと関連して、ボリス・ベレゾフスキーを名誉毀損で告訴。この訴訟は、公認の FSB 長官、ウラジーミル・プーチンが指示した。解任後は、ゼレノグラード氏の科学センター財閥の副総裁。1999年12月、政治ブロック、祖国、全ロシア・ロシア連邦議会会員国家会議選挙に立候補し当選する。 2000年春、国家反汚職委員会委員長に選出。2019年4月5日、モスクワにおいて成居。最大、一難一条を有する。ありがとうございます。